新横浜遊び場トイズカフェチャンネルへようこそ。店長のケイちゃんです。さあ、このチャンネルは最新の映画、おもちゃ、アニメの情報をお伝えする番組です。本当に怒涛のもう素晴らしい感じになってますけど、今日もここ新横浜のおもちゃと映画の喫茶店遊び場トイズカフェよりお送りいたしております。さて、はい、ワンピースフィルムレッドが、公開されました。イエーイ。いよいよね、はい、ワンピースも終盤に向けて、まあね、とにかくウタちゃんが可愛いね、本当にすごい可愛いですし、シャンクスとのね絆、ここも素晴らしいです。はい、もうね、とにかくワンピースはね、もう今一番熱いですね。もう終盤に向けて本当にいろいろな怒涛の展開なので、まあここに関しては本当に、まあもう何十年間もワンピースを見てきた中で一番この展開が熱い中での映画なので、歌がね、とにかく素晴らしいです。素晴らしい、いろんなアーティストさんたちの楽曲の嵐、それをアドさんが歌うっていうね、歌ちゃんが歌うということで、もう本当にね、中田泰孝さんなど素晴らしいアーティストの方々、これはね、もう本当にちょっと今までのねワンピースとはまたちょっと雰囲気は違うんですが、一番最初にワンピースを撮った、ね、コードギアスの監督が今回、監督をしたということで、ちょっと異色のワンピースとも、言われておりますが、ね、ちょっとどんな展開になるのか、ここはね本当に楽しみにしていただいて、とにかくね、やっぱ歌の話で、まあ、歌ちゃんだけに歌なんですけども、あとシャンクスとのね絆、ルフィとの関係、ここも本当にね、まあ感動します、すごく。でちょっとね、今までのハッピーエンド的な、終わりではないです。そしてなんといっても初めてワンピースフィルムレッドで劇場版デビューするジンベイですね。ジンベイ親分がいよいよやっと仲間に入って、やっとワンピースの映画版に出るという、これまたね胸熱ポイントで、ここもね注目して見れるとまた素晴らしいなと思います。それはもう青春の一つですよね。マユクーマンにとってワンピースは青春の一つ。マユクーマンはワンピースの中で誰が好きですか？ルフィが好きだよ。ルフィの他に誰が好きですか？怖いよ。ルフィじゃダメなの？マユクーマンジンベイが好きだって言ってたじゃん。ゲームで使うときはジンベイが好き。マユクーマンはジンベイを使うんだ、ゲームで。ああ、そうだね。ねえ、ちょっとこの夏ジュラシックワールドとワンピースが対決するという、ちょっとね胸熱な展開ですけども、ワンピースどうなると思う、最後ワンピースのラスト。うん、マイクルマン、まあ、ルフィが要だよね。だからやっぱり海賊王っていうのは、まあルフィそのものっていうことを伝えてるんじゃないかなって思ってるよ。ルフィがワンピース海賊王なんじゃないか。そうルフィそのものが、ルフィという人間それ自体が海賊王なんじゃないかなって。なるほど、うん、そういうマユクーマンの、推測でした。果たして当たるのか当たらないのか、はい、ワンピースぜひ注目していきましょう。ということで今日もまた、この遊び場トイズカフェで、今日はワンピースの話をしてきました。よかったらチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。